飛鳥村の県立万葉文化館で万葉集にちなんだ子どもたちの絵画と書が展示されています。万葉ギャラリー展として展示されているのは、全国の小中学生や高校生から寄せられた絵画と書合わせて752点です。万葉集に親しむきっかけ作りにと県立万葉文化館が募集したもので、はがき台の用紙いっぱいに絵や書が書かれています。来館者にも万葉集を身近に感じてもらおうと、応募作品のすべてが展示されています。中には新元号令和の転居になった歌人大友の旅人による一節を表現した作品もあり、開園を機に万葉集が注目を集めたことがうかがえます。この万葉ギャラリー展は月曜日を除き今年11月末まで開催されています。